ヴィヴァンと二宮和也、最終回は役所広司べきを打つ屈折感に魅力、残るのスピンオフが見たい、二人のドラマ評論家が語る。今年の夏ドラマの話題をすべてさらった TBS 日曜劇場、てビバントでテロ組織、初回放送時にサプライズ登場し、後半にかけ中心人物としてその存在感を高めている。 二級はジャニーズ切手の演技派として知られ、数々の難役に挑んできた。かせたのはとりわけ、伊王島からの手紙、2006年、クリント・イースト・ウッド監督、だろう。ジャニーズ初のハリウッドデビューで、本土防衛の最終取りで、竜王島守備隊に所属する兵士役を演じた本作。およそ兵士のイメージの支援の涙、霊兵への怒りなど、 当時の若者の心情を等身大で演じる姿が評判を呼んだ。その後、母と暮らせば15年、山田洋次監督で第39回日本アカデミー賞優勝、ラーガリから来た遺書22年、ゼゼタカヒサ監督ではシベリアの強制収容所を舞台に絶望的な状況下でも生きる希望を捨てず、力強い信念を持ち続けた男を演じ切った。 気負わない、あくまでも自然体が二宮の持ち味だ。やり場のない思いを内包出を目の前にする。人に寄り添いその演技は繊細で、もはや演技と思わせないのが二宮の力とも言える。